ゲームコレクターの崎寛です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはニュースーパーマリオブラザーズ2。任天堂が2012年7月28日に発売したタイトルで、定価は税込み4800円。パッケージの表面を見ると、まあとりあえずスーパーマリオブラザーズっぽいぞっていうね、まあまあ当然ニューで2なんだけどあのマリオとねルイージがいるんだけど、なんかやたらとコインが多くねえかって話になるわけですよ。だからまあこれがポイントかなってところですけど、まあそもそもね ルイージが コイン重ねてこう持ってる、そんな絵面、ほらコインってあのマリオが取った瞬間消えるじゃないですかだからまあこういうシチュエーションはないんだけど、まあよくわかりますよね。うん、だからほらニュースあのニューのつかないね、普通のスーパーマリオブラザーズが出た時には、その後、あれが1985年か、86年にニュースーパー、あ、違う、ニューじゃない、スーパーマリオブラザーズ2がディスクシステムで出た時には、まあ、あの時にはまだね、2っていう概念が、その、いわゆる、1をプレイして、もっと難しいものをプレイしたい人向けみたいなね、まあ、ロードランナーでいうとこのチャンピオンシップロードランナーみたいなっていうと若い人にはよくわかんないと思うんだけど、まあ、要は一つ上の段のね、難しいゲームとして出されたわけですね。今で言うとやっぱナンバリングタイトルっていうと、まあ、ストーリー的につながりがあるけども続編ってことでね、遊びやすくなったりとかまああるんだけど、まあ、そういう意味ではこのニュースーパーマリオブラザーズ2は、その難しい続編ではなくて、こう、コインがいっぱいあるバブリーなイメージなんだよっていうのを植え付けるこのパッケージデザインってことになるかと思います。まあとにかくキラキラしててね、まあそれどころか箱の、ケースの色自体が黄色でね、この黄色使ってるゲームと他には、まあしばらく経ってから紹介することになると思うんで、多分名探偵ピカチュウあたりがこの色使ってるんだと思うんですけどね。まああんまりこう、たまに勝負色としてこう使うようなね、任天堂赤、青、黄色ですね、大体ね。まあそういうような箱の一つになっていることがわかります。であとね、このね、任天堂 3DS ってここの白帯のところにはね、普通他社だとここにね、なんか物を出っ張らせるとかやんないんだけど、思いっきりブロックが出っ張ってて、まあこれは立体感の表現なのか、まあ、任天堂の商品だからこういうことがデザインができるんだぜってことがよくわかんないけど、多分こういう出っ張りのデザインしてるのはね、スーパーマリオ 3D ランドがね、多分、あれも青パッケージでちょっと特殊だったんですけど、あれもね、こう、確か出っ張り作ってましたね。まあ、そんな感じで、こう、いかにも、スーパーマリオ的なパッケージ表面でした。はい。で、任天堂のロゴがね、右下にありますね。はい。で、セロ A 全年齢対象が左下ですね。土管の上に、土管に貼ってある、セロ A。はい。で、側面を見ると、アイコンはね、マリオとルイージが並んでるアイコンなんですね。ルイージもこう、少し目立つ立場になれたかなってとこですね。で、グレーで、ニュー、スーパーマリオブラザーズ2ってことでね、ニューだけ横に。で、ニンテンドーのロゴがあり、セロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で、裏面を見ると、目指すはコイン100万枚。誰でもできる、ずっと遊べる新しいマリオということでね。その下の絵柄は、こう、まあ、さっきのパッケージ表面の絵柄のね、が真ん中あたりにありますね。そのまま。で、その絵柄の楽しげな状態っていうのが、まあ、左右両方に繋がってるんだけど、ここでね、マリオとかルイージは左から来たはずなんだけど、そこの左側のコインとか取らなかったのかっていうね、疑問はあるんですけど、まあ、それは細かいか。まあそんな感じでね、まあいろいろとこう、まあ、なんだろう、ニュースーパーマリオブラザーズ2なんだけど、このクッパ軍団というかね、このシチュエーションはスーパーマリオブラザーズっていうところの3からのシチュエーションですよね。あ、でもあれか。これは、まあそうですよね。クッパジュニアはいないよね、多分。まあ、まあ、まあ、そんな感じで。はい。で、スクリーンショットが1,2,3,4,5 ってあるんですけども、まあ、真ん中にはね、巨大なマリオがあって、これはニュースーパーマリオブラザーズの時にもね、やってましたけど、まあ、そういう絵柄ですが、まあ、そういうベースもあれば、あとマリオとルイージが一緒に映ってるようなね、シーンにもなってますよね。うん。で、下の方に行くと、コイン集めまくり。コースには、コインを集めるための変身や仕
掛けがいっぱい、取ったコインはすべてカウントされるので繰り返し遊んで総数100万枚を目指そうということでね、ゴールドマリオで、コインラッシュ、3つのコイン、3つのコースに挑戦、集めたコインの数を競う新しいモードということで、まあ、ニューニューって、まあ、ゴールドマリオがニューでコインラッシュもニューってことですね。この2つが新要素ということかな。で、2人で遊べるって、マリオとルイージが、マリオはタヌキだけど、ルイージはキツネなのかな？うん。で、ローカルプレイ対応。うん。で、初心者でも安心。冒険に行き詰まると、攻略をサポートしてくれるアイテムが出現します。ということで、この初心者救済って結構、Wii の時のマリオギャラクシーあたりからやってますよね、いろいろ。こう、毎回こう、なんか初心者救済やってて、僕もどんどんプレイが下手になってくるんで、結構その初心者救済を最初の頃は、いや、プライドにかけてこれはと思ったけどもね、もう今確実に使いますね。はい。ということで、ジャンルがアクション、プレイ人数が1人用、セーブデータ数が3、3D 映像の表示がありとなっていて、通信仕様はローカルプレイ対応が協力プレイ2人、すれ違い通信対応がコインラッシュの記録の送受信、いつの間に通信対応はデータ等お知らせの受け取り、インターネット対応はコースの追加、過去有料となっています。結構こう下が詰め詰めでかなりキツキツな感じになってますね。で、コードは CTRPABEJJPN とTRACTRABEJJPN の2つのコードがあります。で、パッケージを開けると中には操作説明シート、アクションガイドとも書いてありますね。まあいいや。で、ゲームカード、クラブニンテンドーのポイントカードがあって、パッケージの中面にはね、窓から見えるところにはコインがいっぱいあるけど、実際にはね、ステージの絵柄って言っていいのかな。うん。マリオはゴールドだけど、ルイージはシルバーなのね。はい。ということですね。はい。で、操作説明シートの表紙は、まあ、パッケージ表面とは全然違うんだけど、コインだけじゃなくて、なんだ、キノコ。どっちのキノコかデザイン的に、色的にわかんないけど、キノコ。まあ、まあ赤みがかってるかな。まあ、スーパーキノコか。で、ファイアフラワー。あと、甲羅、亀の甲羅もある、ノコノコの甲羅もありますね。あと、あとなんだ。まあ、そんな感じのいろいろゴールドで斜めにこうデザインされていて、本ソフトの説明書についてって電子マニュアルの誘導もあります。で、先ほど言ったように、Nintendo 3DS ソフト、ニュースーパーマリオブラザーズ2、操作説明シート、アクションガイドって書いてあります。はい。で、コードが MAACTRABEJJPN ですね。で、開くと、まあ、基本アクション。この他にもいろんなアクションがあります。詳しくは裏面や電子説明書をご覧くださいとあって、まあ、十字ボタンとスライドパッドの場合は、移動、しゃがむ、ヒップドロップ、土管に入る、扉に入る、捕まる。で、Y ボタンがダッシュで、だから、昔、まあ、Y か X ね。で、昔で言うとこの B ダッシュっていうのが Y ダッシュなんですね。で、物を持つのと、金網を叩くっていうのが Y ボタン。で、さらに B ボタン、もしくは、または A ボタンがジャンプ。ダッシュ中にジャンプするとより高く遠くに飛びますっていうのが、まあ、泳ぐ、水中で B っていうのもありますね。で、2人で遊ぶ、あ、違う、この前にある。ジャンプとダッシュの操作はオプションでボタンを変更できます。だから、まあ、B ダッシュにもできるのかな？はい、わからんけど。で、2人で遊ぶの場合には、シャボンに入るっていう操作があります。2人で遊ぶときには、まあ、シャボンのマークをね、アイコンをタッチするとシャボンに入ります。この間はダメージを受けませんということですね。まあ、これも二人でプレイする際の初心者救済ですよね、基本。で、あとは、タッチパネルにアイテムストック。ストックされたアイテムはタッチして使うことができます。で、あとはポーズ。はい。で、そうか、このページがアクションガイドなんですね。うん、
で、最終ページを見ると、変身マリオのアクション。ファイヤーマリオ、ファイヤーボール、ね、ワイボなんでね。で、ゴールドマリオはゴールドファイヤーボール。もうよくわかんないけどね。はい。ワイボタンね。ゴールドファイヤーボールというのはゴールドが燃えてるのかな？それとも燃えて溶けてたゴールドを投げてるのかな？まあまあいいんだけど。尻尾マリオ、尻尾で攻撃、Y ボタン。ゆっくり落下、空中で B ボタンを押し付ける。で、空を飛ぶがダッシュして、なんだ、ゲージが溜まり、羽マークが点滅した状態で B ボタンを押すと空を飛ぶと。まあね。そっか。タヌキとかキノコじゃねえよ。タヌキとかキツネとかじゃなくて、尻尾マリオなんですね、これは。はい。で、コインをたくさん集めるコツとして、二人で遊ぶ。一人で遊ぶ場合よりもコインを集めやすくなります。いやいや。二人で遊ぶは、本ソフトと本体がそれぞれ二つ、一つ必要です。ということですね。で、ゴールドリンク。くぐると、敵が金色になり、コインが出やすくなります。はい。だから、ゴールドになった敵を倒すと、倒すっていうのかな？まあ、敵をやっつけると、まあ、ゴールドが出ると。で、ゴールドブロック。コインが何枚も出るブロックを10回以上叩くと出現します。ということでね、ゴールドブロックもあると。だからこういうところを見ると、やっと、あ、そっか、まあ、てか、表紙ね、表紙面にこのゴールドがいっぱいあるのは、そういう意味かというのがわかりますね。で、ゲームカードを見ると、マリオとルイージ、パッケージとね、表面とも同じようなポーズをね、マリオもルイージも撮ってるんですけど、マリオの位置がだいぶぐーっと下げられて、まぁ、ちょっと違うシチュエーションになってますね。はい。で、コードが LNACTRABEJJPN。で、クラブニンテンドーのポイントカードは、CNACTRABEJJPN のコードで、有効期限が2014年7月31日までとなっています。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。